はい、どうも、ジュウです。マリオパーティー8、パート19やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回も、ヘイホーのドリームエクスプレス進めていきたいと思います。さあ、今回は、6ターン目からですね。終盤戦です。さあ、ということで、頑張っていきましょう。はい。いきなりなんか買うね。マイナス15ポイントで、ドッスンキャンディー。はい、ピーチとキノピオ3を出しました。はい、マリオスタート。6、悪くはないかも。はい、じゃあちょっとキャンディー買いますか。はい、じゃあやっぱりここはトリプルサイズのところならぬスーパーキャンディーを買いました。はい、ここでマイナスマース。やばいな、これもうチーム戦確定じゃん。お、ここでサイコロキャンディーを使ってた。どうだこれ。5と1で6。おお、プラスマーク。やるね。はい、ミニゲーム1対3。さっきからね、俺5連続で、前回5連続でチーム戦だったんですよ。そのうち、3回か4回が、2対2だったんで。はい、じゃあ行きましょうか。かわしてビリビリ UFO。一人側の方は初めてですね、俺。高校ソースのみみたいです。よし、じゃあ頑張りますか。さて。これはどうやって操作するのかはいまいち分かっていないんですけれども、はい、ライバル3人をやっつけろ。うわーうわーい、びっくりした。 OK、 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 あと1人 OK、 これはい、めっちゃびっくりした。今雷がめっちゃうるさかった。まあゲーム内でも電気が見えましたからね。はい、もうまあ雨は今そんなに降ってないんだけどね。はい、ピーチスタート。9、おお、マイナスマー。はい、キノピオスタート。2、プラスマー。あ、これチーム戦確定ですね。マリオスタート。じゃあここでトリプルサイコロ使います。もうなんでさっきトリプルサイコロって言ったんだ。もうスーパーキャンディーって言いなさいよ。なんだろう。はい、じゃあ行きます。4と10と9、合計23。お、これはすごいのが出ました。はい、ドッスンキャンディーゲット。はい、できました。ヘイホー、おめでとうございます。エグゾかぶってきましたね。ここでは20ポイントスターを交換できます。ということでスターを交換します。はい、20コイン持ってかれて、はい、これでスターゲット。でも、キノピコよりか、まだまだか。やべえ。これ、勝ってなかったら、俺、スターゲットできなかったからね。はい。はい、走る、走る。一気に進むね。お、これはカッカキャンディーを手に入れた。お、なんだ、え、コイン、何か。おお、コインが吹き出してきた。あお、4コインゲット。うわ、キノピコもかよ。あ、上のやつにいた人がこれゲットできるんだ。はい、サイコロキャンディーゲット。おお、またプレゼントだ。やったー。はい、3コインプレゼントされました。
はい、お、これはバトルミニゲーム。さあ今回は20コイン多いね。おっと、うのうち3人がもうコインなくなったな。やばい、もう運ゲー来なかったらもういける。あ、いったわ、的当て棒が。さあ頑張っていきますか。的当て棒が来た。はい、じゃあ頑張っていきましょう。よし、じゃあ行くぞ。待って、これうまくいくかな。これ真ん中が100点とは限りませんからね。はい、100。オッケー、オッケー。よく見極めるんだ。あー、10。オッケー、いいね。あ、やべ、10になった。オッケー、おい、わあ、最後真ん中だったか。1250。勝ちましたね。素晴らしい。わあ。マリオ以外の3人が猿によって連れ去られている。はい。今回47コイン。多いね。あ、3位が2人いったのか。お、ここで1位に逆転。いや、1位と並んだな。はい。お。ぴったりキャビを使う。これはなんだ、何をしたいんだ。 2? なんだなんだなんだ。はい、ピノキオスタート。8位。お、まもなくラッキー駅、ラッキー駅、ここでラッキー駅か。はい、はい、列車が発車されました。マリオスタート。今持ってるのがドッツキャンディとカッカクキャンディだけど、まあ、今同じマスに止まっているキノピコには効果がないからね。はい、これでドットマリオになりました。3。どうだこれ。はい、はい、マイナスマース。結局コイン取られちゃいましたね。あ、もうこれでミニゲームチーム戦確定ですね。10。でかいなこれ。はい、中買っていく。マイナス15コイン。コロコロキャンディー使う。いや、買ったのか。おお、クッパマン。え、何が起きた。おお、クッパトレインになった。列車、この列車は我が輩が乗っ取ったのだ。え、やばいってこれ。あ、これは1対3。青が一人側になるのちょっと珍しい。はい、次はスケボーで駆け抜けろ。はい、もう今度は逃げ切りたいね。したところ最後まで俺は全力尽くします。マリオ、キノピオ、キノピコ。そして BGM がしっちゃかめっちゃかなんだよ。待て、いいよ、どこ行っても安全じゃない。まあ待って、思ったよりすぐに曲がれないな。OK、勝った、素晴らしい。はい、ということで見事に勝ちましたね。素晴らしい。はい、いやもう本当にとりあえずなんとかうまくいけたね。はい、ピーチスタート。6
く。うわ、ここでか。排気口の調子が悪い。ここで排気口引いたんかい。うお、びっくりした。もう本当に雷の音うるせえわ。あれ、もうここでもクッパの BGM 流れるんだね。はいはい、ここでスターをゲット。まあラッキーマスなんでこれ無料なんだよね。はい、これでキノピオが3位になった。はい、あと1枚。わあ、これどうなってるんだろう。どうやって追いつくんだろうね。お、マイナス10コインでぴったりキャンディー。はい、コインプラス3。マリオスタート。ほい、3。なかなか小さい格好した。プラス1。はい、キノピコスタート。お、ここでダブルアウコロキャンディー。待って、目の前クッパだぞ。6と1で7。はい、おお、15コイン消費でぴったりキャンディー買う。あ、ハプニングマス10コイント交換する。おお、ちょっとあれだったね。結局これ勝手に見えじゃねえか。はい、ミニゲームは4人用。さて、次のミニゲームはピカッとパネルタッチ。これはまだやったことないね。ようやく4人用が出てくれたよ。はい、光るパネルにカーソルを合わせどんどんタッチしよう。制限時間は20秒です。光るパネルは次々と現れは素早く反応しよう。あ、これはカーソルゲーなんですね。はい、じゃあ頑張っていきましょう。とにかくタッチすればいいんだな。はい、おお、ここに入ると、おお、ゲーム機の中へ。すげえな。待て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 、オッケー、とにかくタッチだ。で、あと4秒。あ、10。あ、でもいったいったいった。おお、あ、マリオが戻ってきた。ナイス。はい、お、他の3人は閉じ込められたままである。はい、とりあえず俺は今1位をね取ってるんで、このままキープしていきたいですね。はい、リーチスタート。3。はい、ハプニングマス。あ、これは5コイン失うやつですね。そしてスタート地点に戻されます。いや、逆にこれ進んでるようなもんだけどね、言い換えれば。お、ここでドッスンキャンディー。え、あ、そっか、俺さっき3を出したからか。7。あ、早くマイナス39コイン。やばい、ここまで減らされたんだけど。じゃあもうこんなやつは近いぞ。やばいなこれ。はい、3。 OK、 マイナス11コイン。しかも同じマックスだな。はい、コインプラス3。はい、キノピコスタート。4。え、おいおいおい、なんでキノピコも逃れるんだよ、クッパのところから。え、ここがこん
なことあるか。まあたまたまだろうけど。はい、2ゲームは4人用。待て、いい位置とキノピがずるい。いい位置とキノピがずるいからちょっと待ってほしい。バンバンスタジアム、これはなんだ。はい、じゃあルール読んでいきます。マシンを操作しながらライバルに弾を当てよう。制限時間は30秒です。マシンを乗りこなしてどんどん攻めていこう。とにかく回すやつなんですね。あ、これは戦いゲーですか。そして操作は傾きなんですね。とにかく2で撃て。とにかく撃て。うお、なんかすげえ。うお、これとにかく撃ち放題だ。ほらー、とにかく撃て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 。お、結構当たってる当たってる当たってる。27、俺だけ桁違いなんですけど、2と20以上差が離れていた。はい、マリオの勝ち。10コインゲット。いやー、いけるもんなんだな、こういうのも。よーし、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。はい、クッパトリンが走りながら今回はこの辺で終わりたいと思います。よーし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回はラスト5ターンからやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブスクライブ、ツイッター、TikTok の方もよろしくお願いします。それではさよなら。